どうも、今回は朝ドラ歴代ヒロイン人気ランキングトップ12です。いってみましょう。12位、2017年放送ワロ天下でヒロインを務めた葵わかなさん。明治後期に京都で老舗薬種問屋の長女として生まれた藤岡天。明るい性格で周りを笑顔にしながら自分もよく笑う少女でしたが、ある日厳しい父親から笑うことを禁止されてしまいます。そんな時に笑いが大好きな旅芸人の藤吉と出会い、笑って生きることの大切さを再確認。運命的な恋に落ちて両親の反対を振り切り、駆け落ちして大阪へ向かいます。そこで2人が大好きな笑いを商売にするために、二人三脚で大阪のみならず日本中の人を笑わせるために大冒険を始めるストーリー。葵さんは子役時代からドラマ相棒など人気作品に出演してました。ですが朝ドラオーディションには苦戦し、3回目で見事合格。持ち前の笑顔で天の大好きな笑いとうまく噛み合い、人気を集めました。子役時代から学業も怠らなかった葵さんは素晴らしいの一言です。11位、2021年放送おかえりモネでヒロイン永浦百音を務めた清原果耶さん。ヒロインモネは気仙沼出身で、高校卒業後に登米市の森林組合で働き始めます。働いていく中で人々の役に立ちたいと気象予報士を目指し、その夢を叶えます。一度は上京しますが、故郷に戻り気象予報士の能力を生かします。このようなモネが地域に貢献していく姿が描かれているドラマ。そして清原さんはアミューズオーディションフェス2014のグランプリを受賞し、女優やファッション雑誌セブンティーンの専属モデルとしても活躍されています。10位、2014年放送花子とアンでヒロインの安藤花を演じた吉高由里子さん。赤毛のアンの翻訳者である村岡花子さんの明治から昭和にわたる半世紀を描いた作品です。山梨の貧しい家の出身ながら東京の女学校で英語を学び、故郷で教師に。その後翻訳家への道に進むヒロインを演じました。基本的に朝ドラのヒロインってオーディションで勝ち抜いた女優さんがヒロインになります。ですが吉高さんは特例で、なんとオーディションなしでヒロインに抜擢され、当時とても話題になりました。まあこれはヒロイン安藤花のイメージが吉高さんにぴったりだったということでしょう。9位、2016年放送べっぴんさんでヒロインの坂東すみれを演じた芳根京子さん。すみれは昭和初期の神戸に生まれ、母親は早くに亡くなってしまったものの、会社経営者の父と活発な姉の下で不自由なく成長。18歳でお見合い結婚し、ほどなくして娘を授かり、順風満帆な人生を送ってました。ところが戦争が始まり、全てが変わってしまいます。夫は出征し、家は焼失。終戦後、政策で口座は凍結。生活は厳しくなり、行く当てがなくなります。そんな時、亡き母から教わった得意な裁縫を生かし、子供服を作ります。生きていくために始めた裁縫で、周りの女性の力も借りながら会社まで創業。戦前の男尊女卑的な考え方を跳ね返していく強い女性を描いてます。そして芳根さんは友達に誘われていたライブでスカウトを受けるという少し特殊な形で芸能界入りを果たしています。その後人気は急上昇。日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞するなど、着々と実績を積み重ねてます。8位、2013年放送ごちそうさんでヒロイン宇野芽衣子を演じた杏さん。芽衣子は洋食屋の子に生まれて、美味しいものをいっぱい食べて成長。女学生になってからも食い意地は衰えず、男子学生から何の魅力もない人間と言われる始末。ところが食べたいという気持ちが食べさせたいという気持ちに変わった瞬間、大きなパワーを発揮するようになります。ごちそうさん開始当時、杏さんはすでに人気女優でしたが、さらに人気は加速。当時共演した東出昌大さんとも結婚し、話題を集めました。7位、2015年放送マレでヒロイン津村マレを演じた土屋太鳳さん。マレは安定を求めて石川県の輪島市役所に勤務をしてました。ですが世界的に有名なパティシエである祖母幸恵と接するうちに、かつての夢であったパティシエを目指します。
その後横浜のフランス菓子店で修行を始め、自分の夢の実現に向けて突き進みます。そして土屋さんはもともと2005年から子役として活動していて、2014年の朝ドラ花子とアンにも出演、ドラマ撮影と並行してマレのオーディションにも参加するというハードスケジュールをこなし、見事ヒロインに抜擢されました。6位、2016年放送トト姉ちゃんでヒロイン小橋つね子を務めた高畑充希さん。つね子は父親が早くに他界し、2人の妹と母を守るために奮闘。父親が残した当たり前の暮らしがいかに大切かという教えを胸に、女ばかりの家庭で激動の昭和を駆け抜けていく物語です。高畑さんはもともと歌手として活動していたこともあって、ミュージカルにも出演されています。そして大学時代に出演した2013年の朝ドラごちそうさんにも出演し、脚本家を驚かせるほどの歌唱力を見せつけ、なんと歌のシーンが追加されたそうです。朝ドラでヒロインを務めた後もドラマに数多く出演、男女問わず人気を集めている女優さんの一人です。5位、2019年放送スカーレットでヒロイン川原キミコを演じた戸田恵梨香さん。主人公キミコは大阪で生まれたものの、滋賀県の信楽で育ちました。地元の信楽焼に惹かれて、男ばかりの陶芸の世界に飛び込みます。それからほどなくして結婚、出産を迎えて幸せな生活を送ってました。貧乏ながらも楽しく過ごしてましたが、大きな波乱が彼女を襲います。しかし折れないキミコは陶芸への情熱を絶やさず、自らの窯を開き、彼女独自の信楽焼を見出していくというストーリー。低めの地声で気取らない姿で思ったことを発言していく姿が見ていて気持ちがいいと評判の戸田さん、サバサバとした性格が相まって女性からの人気も数多く集めています。シリアス、コメディともに大活躍できる戸田さんが5位にランクインです。4位、2018年放送半分青いでヒロインニレのスズメを演じた永野芽郁さん。高度経済成長期に故郷である岐阜と東京を舞台に、失敗を恐れず何でも挑戦していくスズメ、現代まで失敗を繰り返しながら駆け抜けて一大発明を成し遂げる物語です。スズメは小学生の時に病気で左耳の聴力を完全に失ってしまいます。毎日野山を駆け回るような元気な子でしたが、とても落ち込みました。そんな彼女を両親や同じ病院で同じ日に生まれた幼なじみが慰めてくれて、物語は始まっていきます。永野さんはドラマ僕たちがやりましたで若い世代からの人気は十分にありました。そして朝ドラ出演後、幅広い年代からも支持を集め、明るい性格で老若男女から人気のある女優へとなりました。3位、2019年放送夏空でヒロイン奥原夏を務めた広瀬すずさん。夏は北海道十勝の大自然と開拓者精神あふれた優しい大人たちに囲まれ育ちます。豊かな想像力と開拓者精神を持って日本アニメの草創期をまっすぐに生き抜きました。チャレンジ精神豊富な夏は当時まだ漫画映画と呼ばれていたアニメーションの世界に飛び込みます。素敵な馬の絵を描く山田天陽と出会い、絵が動く夢の世界で奔走する物語です。当時映画ちはやふるなどで人気作品に多数出演していた広瀬さんですが、朝ドラへの出演で40代以上の支持も獲得していきます。まあとにかく可愛いと若い男性から特に人気の広瀬さん、朝ドラに出演した際は可愛い姿が毎日見られると話題になりました。姉の広瀬アリスさんと姉妹で人気女優になったっていうのは、これはもう本当にすごいことですよね。2位、2017年放送ひよっこでヒロイン矢田部峰子を演じた有村架純さん。1964年、東京オリンピックを目前にした東京で働くために上京するものの会社が倒産。その後赤坂の洋食屋で給仕をしながら素敵な出会いを重ねていく物語です。最高番組平均視聴率は 24.4% と高く人気の朝ドラでした。演技がうまいのはもちろん、可愛いルックスで若い男女から人気のある有村さん、あまちゃんひよっこと朝ドラ2作品に出演したことにより、その人気をさらに幅広いものにしていきました。そして栄えある第1位は、
2013年放送アマちゃんでヒロイン天野明を演じた能年玲奈さんです。三陸で海女さんを目指す明が紆余曲折しながら地元アイドルになる物語です。アマちゃん人気は凄まじく、最高平均番組視聴率は 27% と2010年代の朝ドラの中でトップクラスの数字を残しました。また驚いた時に使う方言ジェジェジェは流行語大賞にも選ばれ、社会現象を巻き起こしました。はい、ランキングをご覧いただきました。この動画を見てなんか面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマーク、通知登録3点お願いします。あとおすすめ動画もあるので概要欄のチェックもよろしくお願いします。ではまた。ジャニーズ個人年収ランキングトップ30について27位永瀬廉さん、推定年収2100万円。ビビ国宝級イケメンランキング2020上半期1位、そして